くりした。今日はあれです。今日はあれの日なんですよ。はい。だいぶね、ほら、見てください。僕はもうこれはデコハゲとは言われないんじゃないかな。ちょっと今日は、まずは結果を見ていただけたらと思ってますので。ドキドキですね。はい。よし。OK ですね、ほぼ。で、あとは使う。はい。で、これ2人フレームにしてますね。はい、はい。多分ね、そうなんですよ。二宮さん。はい。この中からどれでもいいから1枚取ってください。この中からどれでもいい。あ、終わっちゃいました。すいません。本当にどれでもいいんですか。はい、わかりました。はい、どうぞ。はい、どれでもいいです。はい、じゃあ、これです。あ、そうですか。それを皆さんに見てください。自分は見ていいんですか。どうぞ。ご自分も見てください。はい、いいですか。じゃあ、返していただいて。よくですね、あの返した途端に忘れる方がいらっしゃいますから、当たるまで覚えておきます。はい。例えばですね。この一番目の方、これは今のと違いますよね。違う。違う。はい。じゃあこのハートの5をご自分が引いたではこれかなと思うところにどうぞ差し込んでください。どこでもいいです。どこ、この裏の門。裏の門。どうぞこれを持って。はい。どこでもいいから、この辺ってところに差し込んでください。ああ、そこです。はい。取ってみてください。これですか？これをですか？どうぞ。ああ、何をするだー。どうなっちゃってるんですかこれ、ね、どうなっちゃったんですか。何回見てもわからない。今のカードってスペードの3でした。はい、3でした。スペードの3ですね、はい、やっぱり変わる。変わってる、これ2枚重なってるんじゃないですか。いや、1枚ですよ。2枚重なってないですよ。これ1枚ですね。よく見てくださいね。ハートの5、はあ、見えなくなった見えなくなった。この中とかに入ってないんですね。あ、入った。これを見えないです。袖の中に入ってない。いやいや、全然ないです。ここでも切れます。ああ、実はね、この中にね、この中に入ってるんですよ。入ってた。金庫じゃないですか。キングオブハートが入ってない。はい。ということで、ありがとうございます。はいはい、そんな感じで、実は今日はですね、職務の、はい、検診で、先生です。はい。はい、寿司先生にですね、はい、お話を伺って、僕が伺ったり、伺ってもらったり、聞いてもらったりなんですけど、ちょっとね、ほんと冗談抜きに、これ、新和クリニックさんのチャンネルで公開されるやつですか、今のやつって撮ってるやつ。あ、こっちはそうです。そうですよね。はい、鳥のやつ、めっちゃ面白いから見てみてください。もう、本当に。いや、マジックの部分も面白いし、やっぱ先生のちょっと話も感銘を受けた部分が多いから、いや本当冗談こいてまとめてやろうと思ってたんですけど無理です。はい、はい、そんな感じで、今日はありがとうございます。ありがとうございます。はい、また検診でお会いします。はい、ぜひよろしくお願いします。一回食べますね。